3、2、1。声が小さいよ。もっと一言一言しっかり喋らないとわからないよ。怖いのはわかるけど、もう少しちゃんと喋ろっか。ね。わかった？まずはしっかり正座し直してごらん。うん。いい子だ。じゃあ行くよ。3、2、1。喋る前に表情が0点。やる気あんの、お前。ちっとも興奮しないんだけど。そんな風にしつけた記憶ないけど。大丈夫？お前。今のところ一点も取れてないよ。今日のご奉仕。じゃあ優しい俺がもう一回教えてあげよっか。お前が俺に言うべきセリフ。今日もいっぱいご奉仕させてください。ご主人様。そしてたくさんいじめてください。ご主人様。だろ？わかった？お前まだ今日は0点だから、この後100点取らないと、今日の合格は厳しいかもしれないね。そしたら、またお仕置きが増えちゃうな。な、何してほしい？でもお前が喜ぶことばっかするのも尺だからな。いいこと思いついた。物理的なお仕置きばっかりじゃつまんないし、ずーっとキスのお預けっていうのはどう？俺が喋るときは、俺の息がお前の顔に吹きかかるくらいの距離で喋る。それもずーっと唇の前で。唇同士が、触れるか触れないか。そのくらいの距離感で、ずーっと喋る。ずーっとお預け。たとえお前の唇と、俺の唇が、かすかに触れたとしても、お前は絶対にキスをしてはいけない。俺からキスをするまでは、絶対に動いちゃいけない。唇を動かしてもいけない。どうだい？楽しそうじゃない？たまにはこういうこと、してみる？ねえ、そうしよっか。ただし、お前わざと0点取んなよ。もし0点なんてクソみたいな点数取ったら、今後一切、このゲームをやる必要がなくなるっていうことだ。それがどういうことか、分からせてあげる。はい、じゃあさっきの続きやろうか。もう型にはまったセリフじゃなくていいや。お前の言葉で、俺を喜ばせるように、俺への服従心を示してみろ。何でもいいよ。お前の俺に対する気持ち、それがどれほどのものか、教えてごらん。ストップ。悪いけど質問は受け付けない。お前が考えろ。お前の頭の中見せてみろよ。満点取れたらそれはそれでご褒美やるよ。いいな、お前。どっちにしろ俺に遊んでもらえるんだから。感謝しろよ。さ。
じゃあセリフ、言ってもらおうかな。はい。じゃあどうぞ。ん？恥ずかしいって。お前何が恥ずかしいだよ。余計な時間使わせんじゃねえよ。わかった。じゃあ俺が、お前の頬に触れててやる。お前のことをまっすぐ見つめててあげる。じっくりお前の目を見ながら、お前がなんて言うのか、一言一言お前の唇の動きまで見届けてやるよ。たまには、俺に言われるがままじゃなくて、お前自身で意思表示をしてみろ。はい、じゃあ笑顔で。笑って。何でもいいから言ってごらん。こうして、しっかりお前の顔を両手で押さえててあげるから。この近距離だったら、恥ずかしくないだろう？俺が真剣な目でお前を見ててあげる。そしたらお前も恥ずかしくないだろう？だって俺が真剣に聞いてるんだから。お前も頑張ってそれに答えなきゃいけないだろう？さあ、言ってごらん。いい子だ。嬉しいな。お前の言葉で愛を紡いでくれるなんて、本当に嬉しいよ。ありがとな。でも80点。満点には及ばなかったね。お前が出だしで俺に余計な時間を使わせなければ、100点だった。俺をイライラさせなければ、満点だったのに。残念だ。じゃあ今から、この目隠しをしてもらって、キスをお預けしながら、ゆっくりお話ししていこうか。これで見えなくなった？どう？俺の顔、目の前に感じてる？俺の吐息、感じてる？ダメだよ、動いちゃう。くすぐったかろうがなんだろうが、動いちゃダメ。ダメ。のけぞるのも禁止。ちゃんとまっすぐしてて。後ろにも行っちゃダメだし、前にも行っちゃダメ。横にも動いちゃダメ。止まっててよ、ちゃんと。はあ、わかった。じゃあ、こうやって、俺が腰を押さえててあげる。あれ？なんか腰らへん硬くない？凝ってるの？ちょうどいいや。マッサージしてあげようか。どうした？くすぐったいの？どっちがくすぐったいの？さっきからかすかに触れ合う唇？それとも、両手でがっしり掴まれて、マッサージされてる腰？どっちがくすぐったい？
動いちゃダメって言ってんのわかんないの？さっきから唇当たりまくってんだけど。キスしちゃダメって言ってんじゃん。マッサージもキスも我慢しなよ。我慢できないならやってごらんよ。我慢できませんって、もう許してくださいって言えるだろう。さっき自分で自分の意思表示できたんだから。ほら、また唇当たってるってば。ダメだって。何回言えばわかるんだよ。動くな。まっすぐしてて。腰くねくねさせんなよ。ったく。なあ、言えよ。もう我慢できませんって。いつものお仕置きしてくださいって。聞かせてみろよ。今聞いててあげる。ほら、やってみ。3、2、1。わかった。よく言えたね。じゃあご褒美に。キスしてあげよっか。なんて。まだダメだよ。せっかく敏感になってきたんだから。こっちでも楽しまないと。キスはその後。まだまだ先は長いね。でもしょうがないよ。今日は、お預けの日だから。